なんかこの話、俺の質問に答えてほしいとか、俺の問題を解決してほしいとか、すごくピンポイントでいいのかもしれない。いいと感じるかもしれないけれども、今日の動画の内容、なんかどうやらタイトル見てる限り俺には必要なさそうだなとか、そういうふうにこう、断じてしまうんじゃなくて、とにかく早弾きが始まったらすぐピッて止めるみたいなことをやると、カセットテープで聞くことには、なんかそのような効果が、リブのリフを耳コピしていた時にテラーニさんが半音下げチューニングの時は開放弦のフレーズが多いとおっしゃっていたことを思い出し、この曲が半音下げということに気づけました。少し耳コピが上達したような気がして嬉しいですと。おお、それは良かったですね。いや、そうなんですよ。あ、まあ、うん、多いっていうか、そう、あの、せっかく半音下げにしたんだったら開放弦使った方がなんか半音下げた甲斐があるよねみたいな感じ、はい、だったりしますよね。だなんか Gmペンタみたいなんで弾いてるのをリフを半音下げて F シャープマイナーで弾いたって、なんか 1フレット下がっただけでなんか意味ないというか、あの、あれとかがそうなんですけど、まあ、タックソロというか、TMG のマイアリバイとかそうなんですけど、なんか、せっかく下げたんだったら、要はだから、A フラットマイナーとか、E フラットマイナーとか、そういう、その、レギュラーチューニングだとほぼ弾けないみたいな、めちゃくちゃ弾きにくいみたいなものをやった方が、下げた意味がありますよね。チューニングをわざわざ。まあ、E フラットマイナーに関しては、一番、ギターの一番低い音の E という音があって、そこからさらに半音低い、もっと一番低い音、ありえないほど低い音が出せるっていうところもあるので、せっかく半音下げたんだったら、6弦の開放弾かないとは意味ないよね、みたいなところは、ちょっとあるかもしれないですね。当然、その半音下げの曲って何十曲もあるので、そんな E フラットマイナーばっかりではないですけどね。6弦の開放を弾いてる曲ばっかりではないですけど、かなり多いと思いますよね。何が弾いてる、銀の翼とか全然弾いてないかな、開放。まあ、長い愛とか、まあ、タイムフライズとかもそうだし、ライヤーライヤーとかもそうだし、青い弾丸もそうかな、うん、結構半音下げの曲でもう開放弦使いまくってるよねっていう曲がすごく多いですね。1音下げでもディープキスとかでもそうだし、いや、それは良かったです。まあ、だからそのこういうちょっとした話の端々に、あの半音下げチューニングの時開放弦多いよねっていう話を、その知識がちらっとあるだけで、そういう風に耳コピーの役に立つっていうことがね、起きてくるんで、そうなってくると俺があれですね、この、まあ、生放送でペラペラ喋ってたりとか、それを切り抜き動画 YouTube にまた再アップして、改めて切り抜き動画としてアップしたりとか、そういうことやってることが意味がありそうだなっていう感じがしてきて、とても良いですね。まあ、そういうなんかこの話、俺の質問に答えてほしいとか、俺の問題を解決してほしいとかみたいな話って、実はこうすごくピンポイントでいいのかもしれない、いいと感じるかもしれないけれども、ピンポイントすぎてその問題しか解決できないんですよ、その話は。で、自分が必要だと思っていない情報が入ってこないっていうことになるんで、質問するばっかりだと。なんでなんか俺が聞きたい話でもないけど、この人ずっと喋ってんなみたいなものを見とくと、実はあなたに必要だったかもしれない情報が入ってきたりとかするっていうことがあるかもしれないですね。ってな感じで、ぜひね、あんまりこう、寺西さんの今日の動画の内容、なんかどうやらタイトル見てる限り俺には必要なさそうだなとか、そういうふうにこう断じてしまうんじゃなくて、チャンネル登録してる人とか、この生放送わざわざね見に来てくれてるコアファンの皆さんは、もう毎日18時になったら、もう興味がなかろうが嫌だろうが少々忙しかろうが、必ず動画を再生してください。よろしくお願いします。 CD 出たら耳コピ放送みたいです。まあ耳コピ放送ね、なんかね難しいんですよ。要は俺が今何を聞いてこういう風に弾いたかみたいな、その聞いてる方の音も出てないとあんま意味ないんで、もうなんか、いや見たいのはわかるんですけど、 CD の音を流せないっていう
環境になってきてるんで、どんどん年々、ね、うん、まあ平気で流してる人もねいっぱいいますけどね。まあ俺は一応なんか TGO っていうなんか仕事でやってるところがあるんで、そういうのは極力違反みたいなのは極力しないように、グレーゾーンに極力入らないようにしようかなとは思ってますけど、っていうところで CD を俺がこの部分を聞いてとか、あと俺がすげえ短く止めるんだなこの人耳コピするときに CD をみたいなのとかね、実はね見てほしいんですけど、だからそういうのをなんかリアルに見せられないので、うん、止めるとねめっちゃ聞き取りやすいですよ。もうどっからどこまでとかなんか狙ったりとかしなくていいから、とにかく早弾きが始まったらすぐピッて止めるみたいなことやると、早弾きの冒頭の3つか4つぐらいしか音聞こえなかったってなると、それは結構耳コピできたりとかするんですよ。なんか音がドロドロドロってなんか30個並んでますとかってなると全然できないんですけど、短く止めるっていうのは耳コピの方法としてすごくおすすめですね。なんかでもどうなんだろう、俺なんかね耳コピをするのにこういう良いイヤホンとか良いヘッドホンとかで聞いてると、なんか全ての音がちゃんと聞こえるから、実はギターの音がの割合が下がるというか、逆に聞こえにくいみたいなことがあるような気がしてて、なんかカーステとかでね、しかも俺昔乗ってた安いステップワゴンの中古車みたいなのとかで、対して良くもない音でエンジン音とか聞こえまくってるところでビーズの CD 聞いてて、したらなんかその時に妙にギターソロがむちゃくちゃはっきり聞こえるみたいな時があるんですよね。わ、こんなに聞こえてたらめっちゃ耳コピしやすいわみたいな時が結構あって、なんかもしかしたらカセットテープで聞くことにはなんかそのような効果があるかもしれないなってちょっと思ってますけどね。なんかその全部が全部 CD とかそういう素晴らしい揃った音響の中で聞くのじゃなくて、稲葉さんの声と松本さんのギターっていうそのビーズの作品で一番聞かせたいところだけが一番よく聞こえるみたいな感じに、もしかしたらカセットテープとか、まあ昔だったらレコードとかだとなんかなるんじゃないかなみたいなのを少し期待したいところです、カセットテープには、うん、まあでも懐かし感はあるでしょうね。なんかもう再生ボタンを押すだけでガチャンですからね。もう今や何のメカニカルな反応もない画面を触ってるだけっていう時代にね完全になってしまいましたけど、まあキーボードとかねパチパチ打ってますけど、メカ感がすごいですよね。カセットテープ再生ボタンガチャリと押して